まさか秋森まで取り憑かれちゃったの？でもそこで起き上がったらスカートの中が見えるから変態だとただの。ほいほいということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、今回からあれかな、キークエストの方を進めていこうと思うんだけど、とりあえずスラヌラのか、これのズッキュン大量禁止事件。街中で突然人が倒れちゃう事件が最近この辺りで噂になってるんだ。みんな胸がキュンと苦しいらしいんだけど、一体何が起こってるんだ？目撃情報は新元町商店街が多いらしいぞ。誰なんやろ、キュンタかな。そんな感じだね、多分。ズッキュン大量禁止事件調査開始、クエストを進めてみよう。いきなり倒れちゃうなんてちょっと怖いね。うすらぬらによると、商店街が目撃場所みたいね。どこから出ればいい？フリコン中にもあったらしい。マジで？全然気づかんかったよ、そんなの。さあ、ナビワン。連れてけ、連れてけい。どこどこどこ？はい、新元町商店街に到着。これか、わかりやすい。はあ、胸が苦しい。大丈夫？いや、ダメだ。君が可愛すぎて胸のときめきが収まらないんだ。いつも可愛いけど、今日の可愛さはまるで天使のようだよ。ちょっと、急にどうしちゃったの？可愛すぎて胸が苦しい。ちょっと、後ろにさ、ヒリアがいるんだから、ちょっと遠慮しなよ。あのお兄さん、なんか苦しそうだよ。あれってやっぱり妖怪にしないのかな？とっても苦しそうで心配だね。どうした、秋のり？あれ、秋のり？まさか、取り憑かれ。眩しい。そういうこと。ここはあれか、普通か。あゆめさんの美しさが眩しすぎる。取り憑かれとるかどうかわからんくなるけん、やめてくれんかな、ややこしい。ちょっと秋のりまで倒れちゃったんですけど。までっていうか、向こう倒れてないけどな。あきなりくん大丈夫？まさかあきなりまで取り憑かれちゃったの？でもそこで起き上がったらスカートの中が見えるから変態だとただの。妖魔レーダーに新しい反応が出たみたい。桜木ヒルズの方ね、行ってみましょう。また遠いね。ハヒーよし、行ってみますか。ミッチーも倒れるなんて。いやいや、その辺は通常だから。もしかしてミッチーも取り憑かれたの？大丈夫でしょう。ね、桜木、おった。おったおった。どうして僕は今まで気づかなかったんだろう。君という素敵な女性の存在に。私ですか。突然そんなこと言われても。この胸のときめき、完全に君に一目惚れしてしまったんだ。見知らぬ人。はあ、胸が苦しい。あの人も座り込んじゃってるよ。しかもなんかよくわかんないこと叫んだし。なんかおかしいよ。絶対これ妖怪のせいだって。あの男の人から怪しい気配を感じるね。妖怪ウォッチでこの辺りをサーチしてみよう。わあ、あのお兄さん、お姉さんのことが好きなのね。あ、そっち？それにしてもやりすぎだよ。絶対妖怪のせいだね。この辺りをサーチしてみよう。なんか思っとるやつと違うな。未来の夜景かな。何、誰？ズッキュンシーを見つけた。え、キュンタとかじゃないんや。ねえ、それズッキュンシー。え、かわいい。あなたたち、私が見えるの？ダメよ。今私の。しないで。怖い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 。いいえ、します。私の邪魔をするのね。じゃあ、容赦はしないわ。戦闘に突入。かわいい。いいな、仲間にならんかな。バトルスタート。待って、私今さ、めっちゃ体力ないんだけど、やる気ない。体力が欲しい。これ全部あれか、 YP の方か。めっちゃちょっとずつ回復しよった今。あ、気絶した。あ、気絶した。ちょ、全然ダメじゃねえか。いけいけいけい。
え、早くね、イエイじゃねえわ、今倒れてたじゃねえか。こういう時だけぬくっと起き上がってくる。大丈夫かい？かわいい！もう何するの？キュンシー。ちょっと！それはこっちのセリフだよ。アキノリを元に戻してよ。そこは違うよ。あやみさん、あなたは10万年に一人の美少女だ。知らない。私はただ人を探してるだけなの。でも、あなたの影響で最近いろんな人がおかしくなっちゃってるみたいなの。なんなの？そんなこと言われても、私あの人に会えるまでは帰らないの。ねえ。あの人って、あなた誰かを探しているの？うん。私好きな人を追って人間界に来たの。用務会で出会った人でね。とってもかっこいいの。あの人のことを考えると、わあ、もうドキドキが収まらないの。本人が恋してるの。恋してるのね、キュンシー。あやめさんが笑っている。あなたは地上に舞い降りた天使。いや、女神だ。うるせえ、アキノリ。アキノリがなんかさらにひどくなったんですけど。キュンシーの感情に周りの人たちも影響されちゃうのかしら。そういう効果もあるの？でも最近妖魔界でパッタリ会えなくなっちゃって。人間界で見かけたって友達が教えてくれて、それで私あの人を探しに来たの。誰なんや。でも人間界なんて全然知らないし、迷子になっちゃって困ってたの。ねえお願い、あの人を探すの手伝ってほしいの。あの人に会ってこの思いを伝えないと、もう自分じゃどうにもできないの。どうする。はぁ、このままじゃアキノリも使い物にならないし、キュンシーを手伝ってあげよっか。まあね。ああ、ありがとうなの。じゃああれは通常運転ではないのか。あの人を見かけたっていう場所に私を連れて行ってほしいの。まずはこの辺りにある小学校に行きたいの。それって多分、ケイスケの通ってる桜本町第一小学校のことね。さあ、探しに行ってみましょう。相手は妖怪なんよね。ケイシーの好きな人を探そう。ふみちゃんが可愛すぎて胸が。ケイタくんまで早くなんとかしなきゃ。どうせケイタはいつものことにゃん。さ、こっちではない。こっちでは、あ、こっち、あ、なるほどね。こっちではあったわ。どこだ、桜本町小学校。ケイタくんのも、もしかしたらアキノリと同じようにちょっと影響されているのかもしれない。あ、なに、ここに何かが落ちてる。あれ、ケイシーいつの間にこっちに。ちょっと待ってね。は、見えない。あの人の足跡を見つけた。足跡、この足跡はあの人のものなの。でもここにはいないの。次は神社に行きたいの。へぇ、っていうか誰の足跡かって分かっちゃうものなの。神社、神社、アキノリの家ってこと。え、そこにいるんすか。誰だあの人って、めちゃくちゃ気になるんだけど。今まで出てきた、出てきたことない妖怪。そしてキュンシーの好きな人か。いや、いいっすね、妖怪も恋をするんすね。かわいいじゃないか。お、着いたよ、着いたよ。はい、神社に到着。ん、またなんか落ちとる。あの人の羽を手に入れた。羽？うん、あの人と同じ色の羽なの。でもここにもいないの。そういえば別の小学校でもずっと前に目撃されたの。お、別の小学校でずっと前に、この時代じゃないのかな。もしかしてそれって俺の小学校じゃない。現代に戻るってこと？なるほど。ということは、ちょっと待ってね。あれ、こっちじゃないな。こっちだ。雲海橋、こっちだ。雲海、こっちや。雲海橋や。現代の桜第一小学校、ワープします。ちょ、ついてきてよ。はい、来たー。
わあ、知らない街に来ちゃった。そっか。30年前に世界へようこそ。ここは桜ニュータウンだ。30年前って、え？本当に過去の世界なの？そっか、未来の人やったっけね、あやみちゃんは。てか、さっきのさ、多分妖怪で、足跡はわからんけど、羽が生えてて、茶色い羽。フクロウなんじゃないかなって私は予想しようんやけど、どうだろう。多分、わからんけど。まあ、あれもちょっと、顔わからんけど、イケメン風やん。怖いけど、変身したら。あの人の矢を手に入れた。ほら、矢、黒い矢。そうなんじゃないん、やっぱり。その人なら妖魔界に行ったよ。ここにもあの人はいないみたいなの。一体どこに行っちゃったの？あの人の矢を吹く姿がとっても素敵だったの。ん？矢を吹く人ってどこかで？矢もどこかで見たことがあるような形だったね。ん？さっきの矢なの？とっても珍しいから、絶対にあの矢はあの人のものなの。そうよ、考えてみたらこの羽だって、確か耳のあたりとかに生えていたような。耳のあたり？わからんけど。足跡のあった小学校だって、僕らが最初に襲われた場所だった。ねえ、キュンシーの探している人って、もしかしてフクロウなの？なの？なんで知ってるの？そうなの、フクロウ様なの。あのお二人隠れてるミステリアスなお顔、背中に生えてるふさふさで可愛い羽、それに何より矢を吹く凛々しいお姿が、もうとっても大好きなの。どうした、ケイタは。あ、てか、それぞれやね。あ、キノリもやね。ねえねえ、フクロウ様とお知り合いなら、今どこにいるかも知ってるの？あのね、キュンシー、落ち着いて聞いてほしいんだけど、実は。フクロウは妖魔界だよ。罰を受けてるの、今。っていうことがあったの。だからフクロウは今、カイラスマンのところで保護されているはず。フクロウ様がそんなに辛い目に遭ってたなんて、私全然知らなかったの。でも大きな怪物の姿から元には戻れたし、ウォッチの力で傷もだいぶ回復していたよ。カイラ様もついているもんね。だからきっと大丈夫だよ、キュンシー。うん、みんなありがとうなの。フクロウ様だってきっと頑張ってるもの。いつまでもメソメソしてダメなの。これ、一緒に探してくれたお礼、みんなにあげるの。お、ヨーグルトやん。あれやね、味覚人族が喜ぶやつやね。フクロウ様がここにいないなら、妖魔界に戻るの。みんな、また会おうねなの。あ、そっか、妖魔界から来たんだもん。ケンシ、いつかフクロウさんに会えるといいね。フクロウを癒してくれれば。そうだね。さて、これでアキノリたちも元に。いや、やっぱり通常運転なんだよ。ああ、フミちゃん、振り向いたその横顔も天使のように可愛い。あやみさんの優しさ溢れる笑顔、もう20万年に一人の美少女だよ。戻ってないわ。びっくりした。ああ、アキノリかと思った。他の被害者の方は回復されたそうですが、なぜかお二人はまだ戻っていないようですね。ウィッスー！ま、ケイタキヨンに至っては、ああなってるのはいつものことでウィッス。ケイタキヨン。うん？ま、ほっといていっか。これにて、怪奇案件は解決ね。ズッキュン大量禁止事件、バッチリ解決。まあ、とりあえず、支障がなければ大丈夫でしょう。やる気が出るんならね。妖魔防具大全中間。お、もう夜。みんなでいろいろ調査したら、あっという間に暗くなっちゃったな。さーて、それじゃあ今日はこの辺で解散。明日も怪奇案件の調査、頑張ろうぜ。ちゃんは引っ越してきたばっかりでこんなに夜遅くまで大丈夫なんかな。その、今日はありがとう。怪奇案件の調査は大変じゃなかった？ありがとう。うん、すっごく楽しかった。私の方こそありがとう。私、今まで妖怪が見えてる、見えるってこと、あまり人に話してなかったから。まあ、話してもね。こんな風にみんな友達になれて、とっても嬉しいの。これも嬉しいです。それじゃ、また明日ね。また明日。デレッデレだな。ジー。
デブデレデレ、ちょっとキモい。それにも言い返せないほどのデレデレ。姫。うわ、お待ちしておりましたよ姫。すみません。どうして私についてくるんですか？私たち友達でも何でもないですよね、ストーカー。姫と友達なんてとんでもない。私はあなたにお仕えするしもべです。ここで桜を取り出せよ、桜を。絶対反応しないから。何言ってるんだか全然わかんないんですけど。まだご自身の使命を思い出せないんですね。でも心配はありません。ええ、姫が記憶を取り戻すためなら私は何だってしてみせますよ。なぜこういうところで出さないの？二人の時に出すのが一番確実やん。今日はご機嫌斜めのようだ。また明日伺います。毎日来るのストーカーだな、本当に。もう本当意味わかんない。でもかっこいいとか。でも彼ちょっと使えるかもね。何、怖いんだけど急に。悪側なの？私の思ってるあやめちゃんじゃない。今日も元気に調査活動頑張りましょうね、あやめさん。カッパじゃないんや、あやめちゃん。うん、よろしくね、みんな。じゃあ何か目的があって妖怪に探偵団に近づいたということか。ん、何何何何、今の機嫌な顔。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。トーマってなんかちょいちょい面白いよね。なんか言う発言も変な感じやし、反応とか私は結構好きかな。